はい、おはようございます。エレファントサイクルです。ということで今日もね、2日連続宇品来てます。今回は空手モンキーの、おすすめのパーツなど紹介、後半ではお店に戻って空手モンキーのおすすめのパーツ、通勤用とかね、普段用とか、山に行くときはまたサスペンションとかいるか別の話なんですけど、それをお話できたらなと思います。あとはね、フレームサイズの話とか、あとカスタムの話とか、とりあえず空手モンキー気になる人、最新版の動画を撮っていきます。よいしょと。ちょっと時間がね、1時間しかないんで、1時間1本勝負でやっていきます。携帯ね、携帯。で、僕の空手モンキーは、フレームサイズが L サイズになります。これちょっと中間的に報告してきます。じゃあひとまず出島宇品サイクルにします。昨日と同じルートね。1時間1本勝負。ちょっとタイマーつけとこう。これ新しい自転車のスタイル作っちゃいましたね。時間がない大人は車でサクッと行って、サクッと自転車楽しんで、エアコンの効いた車でサクッと帰る。1時間一本勝負、1時間一本勝負サイクリングです。まあ当たり前だけど、小径車と比べて全然違うからスピードの出具合が。ちょっとこれハンドル幅切りすぎたんかな。空手モンキーの純正のハンドルがね、大体あれ800ぐらいあるのかな。それを皆さん大体720mm ぐらいにカットして、それぐらいがねちょうどいいですね。完成車をちょっとカスタムするには。あとね、完成車についてるハンドルの角度とかバックスイープ、手前に来る角度もなかなかいいやつなので、ハンドル変えるよりもまずそれで楽しんでもいいのかなと思います、はい、もう昨日来たから早いね。ルート分かってるから。今度ここ止めればいいのかな、そのローソンに一番近い駐車場。ここだったらもうドアトゥードアじゃないですか。ドアトゥードア、もう意味が全然違うけど、ドア開けてサイクリング楽しんで、ドア閉めて帰るっていう。ちょっと短時間コーヒーライドでもしよう。短時間コーヒーライド、やばい。今日鍵持ってくの出た。やっぱ鍵がいりますね、アブスのね。よし、買った買った。やっぱこういう時のためにね、フレームバックね、いりますね。フレームバックとかステンバックとか。ちょっと入らないのか。入る。これステンバックいるね、これ。そういうの嫌いな人はね、バックパックね。よし、行こう。今回はね、逆ルートね。逆ルートっていうか、もう近道ルート。やっぱり昨日やったことと違うことしなきゃね。昨日やったことと違うこと。昔はね、ここもっと入りにくかったんですけど、車止めがなくなってます。やっぱ大きいタイヤは走破性がありますね。小径車のよりも安心感がある。まあその辺もちょっと動画の中間あたりで報告をして、まずこの空手モンキーのカスタム紹介を中間ぐらいにして、後半ではお店戻って、おすすめのアクセサリー、おすすめのアクセサリー紹介をしていきます。おお、海、今日は穏やかだな。フェリー多いね、今日時間帯がね。昨日はたまたま見なかったのか。
いや最高だな。あ、今日ベルがないわ。ベルがないか、やっぱりあのグラナイトデザインのベルがいりますね。まあ、カランカランカランってなるベルがね。逆から来ると新鮮だな、なんかね。すぐ来るからいいね、ここにね。よし、今日はここで自転車のスタンドがないからここでね。おお、いいじゃんいいじゃん。ゴミがめっちゃ落ちてる。じゃあちょっとなんか飲むか。じゃあカラデモンキーに乾杯です。はい、で僕のカラデモンキーがフレームサイズ L サイズになります。サドルがねめちゃ出てますね。これサドルトップ、BB サドルトップが今75センチにします。もう僕のあのグラベルとかシクロとかロードバイクと同じあの高さにしてます。だから178センチ、わかんない、175以上とか、サドルトップが730以上あるんだったら L サイズでもいいのかなと思います。僕が M だともうちょっと椅子が出すぎるか、ちょっとバランスが悪いのかと思いますね。でハンドルは、ハンドルとブレーキ、シフトレバー、ブレーキ、ホイール、ディスクローター、クランク、リアメカー、スプロケット、全部のパーツはあのスコットのマウンテンバイクを持ってるんですけど、そのパーツを全部移植してつけてますと。で、グリップが ODI のバンズの、ね、グリップと、あとステムがトムソンと。でヘッドパーツ、これノーマルです。タイヤはねやっぱりこの茶色のタイヤを1回やりたかったので、タイヤを、シュワルベのレーシングレイってね、あのダブル SBK かワールドスーパーバイクのね、やっぱジョナサン・レイがね川崎から山に移籍したので、その移籍記念でね、レイつながりでまず関係ないけどねこれ使ってます。でサドルがサドルがブルックスのカンビウム。これなんか痛いんでね、これなんかお店あったんだけど、これお客さんのじゃないと思うんですよね。ちょっとこれ誰も今のところ半年くらい誰も手を挙げないんで、多分僕がもらったんだと思います。ちょっと合わないんでね、これ変えようと思います。シートポストが 30.9 ね。これ今、カラテモンキーアイスクリームトラッククランパスは今 30.9 ですね。ウェンズデーも 30.9 かな。ほとんどの、サーリーのマウンテンバイクは 30.9 になってます。だからドロッパーとかもね 30.9 です。でドロッパーもし入れるんだったらいろいろねこの中に入るのを計算しなきゃいけないので、そういうのを逆算してこのストロークとかフレームサイズを選んでいきます。でコンポーネントはブレーキが多分シマノのデオーレクラスのやつで、変速レバー SLX、 クランク SLX、 リアメカ SLX、 スプロケット分かんない。ホイールがあれかシンクロス、あのスコットのマウンテンバイクから撮ったやつです。でざっくりですけど、まあ、こういう感じで、まあ、特にそのコンポーネントの品番とかこだわらずにこういう風にやる、大体ですけど、まあ、40万ぐらいいきますね、油圧ブレーキで組むと。今の完成車が多分油圧じゃないっぽいんですよね。それをやると
言わせないっぽいからやるとやっぱ30万円か。かね。ちょっとバッテリー変えよう。あ、ちょっとバッテリー変えました。そう、大体完成車が31万円ぐらいだから、カスタムで組むと、まあ、その 1.5 倍ぐらいいっちゃいますね。でおそらくですけど、今のところ納期で出てないんですけど、あの空手モンキーの完成車の納期が今のところ出てないんですよ。ということは今後部品の調達が難しいのか分かんないですけど、フレームセットだけの販売になる可能性があるので、現在あの完成車がまあいくつかありますから、なるべく低予算で抑えたい人はあの完成車を買ってカスタムした方がいいと思います。あとは、ね、好きな色がないとかってなると、完成車を、ね、部品外してフレームペイントすればあの解決する 話なん でペイントもまあ大体ですけど、まあ、5万円から8万円ぐらいですと、はい、これはあの門脇コーティングの粉体塗装、ちょっと強い塗装でやってますね。結構ね、雨ざらしにしたりしてますけど、今のところ大丈夫、塗装は。そんなとこですかね、はい、よし。そしたら今からお店戻って、空手モンキーにおすすめのパーツとか、まあ、もしなかったら口頭でも言いますので、気になる方は最後までご覧くださいと。はいと。空手モンキーのカスタムもなんかある程度もうワンパターンになってきてますね。トムソンのステムシートポスト、サドル WTB、リムがベロシティ、クランクもしやるならホワイトインダストリーズで、コンポーネントがシマノの SLX か XT、 あとタイヤが、まあ、WTB かシュアルベか、まあ、キスか、グリップが ESI か ODI か、まあでもいろいろやってみて、やっぱそれがねバランスが良かったんで、結局そうなっちゃってますね、残念ながら。すごいな、今日なんかランニングする人多いな。なんかあるんかな今日。あと部品もなんかシルバーよりはブラックつける人がなんか多いような気がしますね。あとね、空手モンキーをツーリング系とかバイクパッキングとかにするんだったら、僕はねあんまおすすめしてなくて、だったらオーガーとか ECR とかそっちの方があの向いてると思いますね。まあでもこればっか好みなんでね、空手モンキーっていうあのなんか名前とか雰囲気が好きな人はもうそれでもう自分の意見をね突き抜いた方がいいですね、突き通した方がいいですね。はい、戻ってきました。なんか今日調子いいと思ったら、やっぱソックスがいいやつだった。ソックスがいいやつって。駐車場ね結構困るんですよ、あの入り口が屋根があるから横に寄らないとね大変なんですよ。よいしょ。はい、ということでお店に戻ってきました、はい、空手モンキーに、まあ、おすすめの部品いくつか紹介していきます。やっぱこれですかね、まあ、カスタム商品ね、まあ、ステムトムソン、まあ、シートボストムソンとかちょっと、ね、ついてないものはね想像してきてください。あとドロッパーポストとか、あとフレームバック、ヘッドセット、まあ、クリスキングだと大体3万5千円ぐらい、ホワイトインダストリーズだと2万9千円ぐらいですかね。そうだな。やっぱステムバック、どんな自転車もあった方がいいですね。今日ね、飲み物入れるときとか、鍵入れるときとか、あと鍵なかったかね。鍵ね。携帯工具、あとリフレクターとかね、シートバス一応トムソンあります、ボトルケージもあるし、あとフレームバックね、ジャンドフレームバック、あとは、まあ、サドル WTB のサドル、
グリップは ESI のスポンジとか、意外とねシンクロスのこれ握りやすい、細くて。 ODI のバンズグリップとか、オーリーはねちょっとね ベタベタするんで、夏とか、まあ、あと手汗結構ね書く人、スポンジちょっと一回、ね、騙されたと思って使ってるんですよ。まあまあいい。それと、まあシュワルベのタイヤとか、これクリスキングね、クリスキングとか、あとホワイトインダストリーズのクランクとか、あとクランクキャップとかね、あとポールのステム、これ今中古で入ってますね。イーストンのヘッドセットとか、ヘッドのステムとかね、そんなもんですかね。でここに出すとね、片付けるのめんどくさかったんで片付けないようにして、そうそう、まあ、カスタムは本当ね自由度が高いので正解がないから、そうね、ポールのステムね、かっこいいですね。これまた別です、まだ紹介します。やっぱクリス・キングのハブとかね、でホワイトインダストリーズのハブが前後でだいたい10万円ぐらいか、でクリス・キングのハブが前後でだいたい15万円ぐらいですね。まあタイヤがねちょっと茶色だから、これオールブラックにしたらまた雰囲気変わるでしょうね。ちょっとね通勤用に、ストイック通勤用にしてるからハンドル幅ね狭いけど、もうちょっと広い方がいいんじゃないかな。これ長さどれぐらいだろう、720ぐらいがちょうどいいんですけど、これは700ぐらいなんかな、ぴったり700だった。さすがだな、ちょっとさすがだな、自分はさすがだな。そう、もうちょっとね、もうちょっと欲しかったですね。やっぱ720がいいんだろうな。あともうちょいやっぱバックスイープしてる方が楽なのかな、というところですかね。まあ空手モンキー、まあね過去に撮った動画ね、まあまああるので、例えばね、グランピー空手モンキーとかね、エレファントサイクル空手モンキーとか、あとこんな風にしたいみたいな、もしあればブルーラグさんの写真とかでもいいし、見せてもらえれば、いやこれよりはこれがいいんじゃないかなとかね、そういうアドバイスできますので、気になる方はもうじゃんじゃん公式 LINE までお問い合わせください。はい、そう、あとそうだ、今持ってる自転車を、まあ、下取りよりも、まあ、委託販売とかもできますので、委託販売にした方がお客さんに支払える金額が大きいので、まあ、委託販売もできるし、あと購入サポートとしては、48回払いまで金利手数料ゼロなので、48万円のガーティモンキーは月1万円で買えるし、そういう購入サポートもやってます。あと今月7月中に自転車制約していただくと、9000円分の金券もプレゼントします。だから購入制約後に9000円分何か、まあ、ライト買ったりもできるし、いろいろやってます。あとペイントもできるしね。でもしペイントする場合は、まあ、2つあります。門脇コーティングになると、あのラルっていう、ね、色番号があるので、そのラルベースでやっていきます。でもしグランピーペイント出す場合は、まあ、車とか何でも大丈夫です。何年式の何ハイラックスの何とかがとか、 GTR 何とかがって言ったらそういう色もできます。ただね、あの自転車のパイプフレーム丸パイプでなので、ちょっと、ね、気持ち明るくなります。あの表面で見るよりも、それだけ注意してください。はい、じゃあカテモンキーご注文お待ちします。はい、在庫状況とかも待っとるか。